のねところでしたね。さあちょっと残念そうな表情を見せた風林火山松ヶ瀬です。親番は萩原に移ります。はい、トン4曲のスタート、ドラはチーピン、ドリブンズ園田親番で 46,500 まで稼ぎました。ちょっと茅森さんと松ヶ瀬さんなんとかしたいね。いやー、ここまでの個人ランキングがねそのまま反映されてしまったような現在の得点状況。年が変わってこれをきっかけに何かひっくり返したい、はい、風林火山並びにフェニックスです。あのね、調子が悪くなくてポイントを持ってる人はね、はい、先手ってそれほど大事じゃないんですよ。自分の手格好次第でゴーサインに出ればね、はい、行くってなって決断できますから、うん、そんなに勇気がないですからね、勝負に行くこと自体も。ただ調子悪い人はね、先手取られた時に押し返すのは非常に勇気がいるんでね、やっぱりね、はい、だって1回ローン8000とか言われちゃうと取り返せる気がしないですもんね。はい、おっとこれはチートイツのイーシャンテンです。カエモリ、おーローピン入って、これはいい形になりました。松ヶ瀬です。これはパンパンに持ちたいけど、決めたい、ただこの手は決めたい。そっか、数層を引いた時のイーソーが若干価値あるから、やっぱパンパンに持ちますか。ええ、ちょっとリャンゾー数層はそんなに魅力感じませんけどね。待ちが悪くなりますね。さあトン4曲にして、やっとやってきたこの松ヶ瀬のチャンス、どうだ。貫禄ピンは強烈だもんね。これはちょっと天の神様に行けって言われてるような感じしますよね。はい、これは行きますよね。はい、まだ他3社の手配が孫ついているうちにドラが来ましたね。茅森、はい、です。だからまあ転配すればどんな形でも行くとは思うんですが、ええ、内心はせめて両面でお願いしますと思ってますよ ね、 きっとね。はい、こちらも統一なのかメンツなのかという園田です。はい、ただもちろんリードしているので余裕はある、うん、ゆったりと構えることができます。だいぶゆったり構えてますね。はい、チートに決めるなんてのもあるのかな。うん、おーゆったりとね。萩原はリーチ手順で打っていく。いや、前世紀の茅森ならこのドラをあっさりと重ねそうな、そんなイメージですよね。まあ、あのドラ短期になった方がいいんじゃないですか。選択がないですからね。なるほどなるほど、今いますもんね。いますよ。いや、これドラがなければ困りますけど、今ありますからね。どうする、ドラ重なっちゃうと選択になるじゃないですか。確かに。お、ゴツゴツしてきたのは親番萩原。ドラドラチートイツのチャンスは茅森。さあ、そしてこれはリーチをしたい松ヶ瀬。トイツ4組を保持しながらゆったりと構えている園田です。園田です。ここはパーワン、自敗を厚く残していきます。茅森と同じくドラのチーピンが欲しい萩原。うん、惜しい。メンツ手だとね、めちゃめちゃいい牌なんだけどね。そうですね、くっつかない松ヶ瀬。ちょっと気持ちが焦ってきますよね。はい、その間に園田もいいシャンテンだ。追い越されるとかないですよね。いやいやいや、勘弁してください。年も変わりました。料理上手グルメでおなじみの松ヶ瀬高屋、お正月にはのどぐろを食べました。うーん、M リーガーみんないいもの食べてますね。随分ね、まあお正月ですからね。そうですね、松ヶ瀬はのどぐろパワー、茅森はカニパワーでどこまでいけるか。さあ萩原イーシャンテン、全員イーシャンテンですか。そうですね、中でもチートイツが2人っていうのがもう来た。これはリーチでしょうね。当然のドラマシリーズです。茅森、山には2枚です。さあ引けないね、松ヶ瀬さんは。うーん、きつ。あら、ここにドラが来ました。園田、茅森の待ち合いが山に残り1枚となっています。はい、うわ、こっちも来た。残り1枚っていう話でしたね。はい、チーピン対決、萩原と茅森、そして園田もチーピン入れば天敗ですからね。
ドラのチーピンが全てを握っている。さあ追いついたサブローマン3ピンはこれですか。気が進まない。いや気は進みませんね。進まない。ただ行くかもしれないですけど、何せビハインドがあります。3万が2枚入れ、もう2件1だとね回りようがないし、えいっていうのは全然ありますね。えい行ったるか。松ヶ瀬の選択は行かない。苦しげな表情です。茅森のリーチに萩原の追っかけリーチが入っています。山に一枚のチーピンをめぐるドラマはどうなる。いやしかしこの曲あそこで赤馬抜かざるを得ない気持ちはね、うん、これは数万も条件は一緒、ただ一発がなくなりましたね。はい、チーソーが3枚切れ、スーソーが1枚切れで薄いんだね。はい、ただ役がないので厳しいね。ダマテンでは剥がれない、論できない。まあ、数万打つんであればリッチって言うでしょうね。ただ数万も打たないまでありますね。苦しい時間です。こういう時間が一番苦しい。切れるパイがないのかな。切れるパイですか。言いそうですか。イーソーが、イーソー1枚だけか、はい、イーソー抜くか数万切ってリーチっていうかだと思うんですけどね。耐えます。さりげなくイーシャンテンをキープしている園田。チーピンはどうだ。 M リーグルール2人同時に上がるということはありません。チーピンが松ヶ瀬もしくは園田から切られた場合は萩原の頭跳ねとなります。チーピンがここに来る可能性だってあるけど、どっちの願いが通じるんでしょうか。いやーチーピン減らないですね。もうここからは巡り合わせですもんね。そうですね。どちらも人事は尽くしました、はい、腰淡々と園田さんがね状態いい時って不思議とね、うん、持ってくる無駄相撲が安全牌だったりするんですよね。来たー茅森です。3600決まりました、はい、茅森の久々の跳ねマンリーチツモチートイツドラドラの3600。フェニックスの控え室から大きな雄たけびがここまで聞こえてきました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。